ほら、嫌だろ、俺のこと殴りに来いよ。え、ガンムシ？君はもしかしてもうここから出られないのかい？しかも人を襲うことができないのかい？今の畑が小さいからさ、ヒュンって、え、ついてきちゃったお前。でも目があっても襲ってこない。こいつ捕まえたぞ。捕まえたもんね。一緒にお家帰っちゃうからね。お名前です。俺こんなかわいそうなことしていいの？犬神家みたいになっちゃった。ちょっとお名前戻してあげよう。これはちょっとさすがに俺の両親が痛む。なんて名前がいいと思う？エンドシティから来た遠藤くん。あ、遠藤顔は？あ、外見てるんだね。何外に行きたいの？お前だってずっと俺の家の近くうろうろしてたじゃん。返さないよ。俺、お前ここから出られないよ。メイと一緒だよ。お前ずっと一生ここの家に暮らすんだよ。いや、高橋元気かい？高橋？違う、遠藤だ。間違いだ。高橋って誰？え？ちょっと待って。あ、遠藤いる。遠藤いるけど。あ、あれが高橋か？どうしよっか。ね、ごめん、ちょっと高橋と今後一緒に住んでもらってもいいか。あ、でも名札がないんだ。俺もう釣りますよ、名札。見ましたか。これが鈴木勝ですよ。待っててね、今首輪つけてあげるから。えい、高橋、なんでプルプルしてるの？え、高橋って名前気に食わんかったか。ごめんな。でもお前はもう高橋なんだよ。あと他にもう名札ないから。グレてんな。でも可愛いよ。怒ってる姿も可愛いよ。遠藤優しいのにな。ずっと穏やかに外を眺めてるのに。遠藤のがいいとか言うの？いや、高橋にもいいとこあるから、多分一緒に過ごしてるうちにきっといいとこ見つけられるから。お邪魔します。失礼します。痛い。あ、痛くない。え、エンダがエンド。高橋、おい高橋、高橋が死んだ。俺がかぼちゃの頭をかぶったから端に追いやられて。高橋って誰だ？高橋のことを知って、え、これは高橋が小さな頃から大事にしていたビー玉。ソーダの飲み方が分からなくて、そうだ、思い出してきた。そう、高橋が、鈴木、これはこうやってキャップをやると飲めるんだぜ。ラムネじゃん。ソーダじゃないし、なんならラムネに入ってる玉はB玉じゃなくてA玉でしたっけか。くそ、この玉捨ててやる。ダメだ、やっぱり俺高橋のこと忘れらんねえよ。ごめんな。
名優、ここはやっぱり名優の部屋だ。でも俺高橋がいたことを忘れるわけにはいかないから、これは。うわ、分かりにくい。そっか、今起きてきた方は知らないかな。俺の家にね、新しく遠藤が住むようになってさ、遠藤と高橋っていたんだけど、遠藤は守り神になって、高橋は同居人になったんだ。ほら、遠藤だよ、同居人。よろしくね。でも俺、遠藤と出会った時にさ、遠藤のことちゃんと分かってあげられなくて、こいつは俺に危害を加えるんじゃないかって、遠藤のすねをさ、何回もこう切りつけてしまったんですよね。何度も何度もこう言葉のナイフでザクザクと。でも遠藤は気にしないよって。もしかして遠藤ってあと数発殴ったら死んでしまうんじゃないかなって。あいつ本当は体弱いの内緒にしながらこう俺の近くにいてくれてるのかなって。だから遠藤はちょっと優しくしてあげてほしい。あ、あれ、こっち見てるぞ、見てる、遠藤がこっち見てる、窓の外じゃなくて俺を見てるぞ。回収回収。あ、違う違うんだ、違うんだよ。びしゃびしゃになっちゃったじゃん。あ、あ、遠藤、遠藤は、遠藤どこ行っちゃったの。遠藤、流されちゃったの。遠藤、別に、でも遠藤って名前つけてるよ。遠藤はじゃあどこに行っちゃったの。遠藤死んじゃったの。家族になれたと思ったのに。いる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 よ、遠藤いる、遠藤いる、遠藤いるよ、あそこにいる、いる。ちょっと待っててね、今迎えに行くからな。遠藤いた、え、遠藤、どこ行ったんだよ。外の世界に出たがってたのは知ってる。でも外はな、太陽があるんだ、お前にとっては良くない場所だって。だから体の弱いお前のためを思って俺は家の中に案内したわけで、日が昇ってしまう。遠藤お前死んでしまうぞ、帰ろ、うちに帰ろ。遠藤いた、いた、遠藤いた、遠藤いた、痛い痛い痛い。お前、お前本当に遠藤か。遠藤じゃない、高橋。プルプルしてる。お前は誰だ、お前は遠藤だ。あんなに心穏やかだった遠藤が、ごめんごめんな。いきなり水ぶっかけたらそれは怒るよな。ごめん、どうしよう、怒ってるよ。待てば収まるかなと思ったけど、ずっと高橋ってやつがね、狂ったまま戻ってこなかったんだ。あ、ダイヤの防具強い。痛くない高橋じゃない、ごめんごめん、遠藤ごめんごめん、怒んないで怒んないで怒んないで、だ、名前間違えてごめんって。落ち行くぞ。痛い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 、じゃれんなよ。殴ってお前の気が収まるならいくらでも殴れよ。俺が悪かったからさ、ごめんな。水をぶっかけるとかさ、仲良しカップルとかするじゃん、これ。ウフフアハハってさ、水辺でさ、水パシャパシャすったろ。じゃれ合いだよ、じゃれ合い。ガチ切れすんなよ。ガクガクじゃん膝。ログしてみよう、断切断。エンド、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 I will always love you. I will
おかえり、おかえり、よかった、元の遠藤に戻ってくれた、よかった、これでこそ遠藤だ。てってけて、てってけて、あああ、ごめん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 、でも大丈夫、あんなに切れていた中島が、違う、遠藤がインをし直せば、こんなにも穏やかな遠藤に